今度の結婚の挨拶楽しみだな。緊張もするけど、花子のご両親に会えるのが楽しみだ。そう言ってもらえると嬉しいな。両親は結婚喜んでいるし、翔太のことも大歓迎してくれるはずよ。うちの実家はかなりの田舎だけど、ゆっくりしていって。俺は都会育ちだから、田舎暮らしに憧れがあるんだ。本当に楽しみにしているよ。そう言ってもらえると嬉しいな。両親なんて今からすごく張り切っているの。農家だから、ぜひ我が家で作った野菜を食べてほしいって言っててね。当日は野菜尽くしの手料理がいっぱい出てくるだろうから、覚悟してて。ちょっと待ってくれ。農家ってどういうことだ？あれ、そういえば言ってなかったっけ？私の実家は両親ともに農業やっているの。結構いろんな野菜を作っていてね。特にうちの人気野菜はトマトなんだ。みずみずしくて甘くてすごく美味しいんだから。おい、待ってくれよ。そんな大事なことをなんで今まで隠していたんだよ。え？田舎出身なのは聞いていたけどさ。でも何も言わないから農家ではないと思っていたのに。悪いな、花子。ご両親が農家だって言うなら、この結婚の話は白紙にさせてくれ。お前とは婚約破棄して別れるから。なんですって？ちょっと待ってよ、翔太。婚約破棄ってなんでそんなことを言うの？私の実家が農家だと何かまずいことでもあるの？まずいっていうか、普通に無理だろう。農家なんて、そんな貧乏人とこの俺が結婚するなんて。貧乏人ですって？わかるだろ？俺は親は会社を経営していて、いわゆる社長息子なんだ。いずれは親父の会社を継ぐ予定もある。なのにそんな俺が農家の貧乏人出身の女と結婚だなんて、そんな不名誉なことは両親に申し訳なくてできないよ。不名誉って何よ。勝手に農家を貧乏人だと決めつけて、そんな偏見を私たちに押し付けないで。でも田舎の農家なんて一生泥だらけで働くだけだろ。そのくせ稼ぎも割に合わないっていうし、そんな汚い家の出身の女と結婚だなんて俺は望んでないんだよ。はあ？それにただでさえ田舎は都会より劣っているのに、農家なんてそれこそ教養もない人たちばかりだろ。まさに貧乏人そのものじゃないか。ちょっとさっきから黙って聞いていれば何なのよ。農家のことどれだけバカにしたら気が済むの？バカになんてしてないよ。俺はただ事実を言っているだけだし。はあ？とにかく花子の実家が農家だって言うなら婚約破棄させてもらう。俺には社長息子の肩書きにふさわしい妻が必要なんだ。花子は賢いし綺麗だし、俺の妻にふさわしいと思ってたんだけどな。まさか貧乏田舎の血が流れているとは。俺は自分の子供に貧乏人の血は流したくないんだよ。私もまさかあなたがそんな価値観の人だとは思わなかったわ。一旦お互い冷静になりましょう。とりあえず結婚の報告は延期。両親には私からうまく言っておくわ。どうも花子さん、お久しぶり。息子の翔太から聞いたけど、婚約破棄したそうね。お久しぶりです香里さん。でも私たちはまだ別れていませんよ。価値観の相違があったことが判明しただけです。これからゆっくりお互いの価値観を合わせられたらなと思います。何のんきなことを言っているのよ。うちの息子は婚約破棄と言ったら婚約破棄よ。田舎娘との婚約破棄なんて当然だわ。私は前からそんな気がしていたのよ。息子とお父さんもあなたのことが気に入っているけど、母親であるこの私の目をごまかせないよね。あなたの癒やしい貧乏人の血に私は前から気づいていたんだから。癒やしい貧乏人？香里さんも農家のことをそんな風に思っているんですね。まさにその通りでしょ。田舎の貧乏人のくせに息子に取り入って、どうせうちの息子は社長息子だから付き合ってたんでしょ。私には全部わかっているんだからね。最初から我が家の財産目当てで近づいてきたんでしょ。さすが癒やしい貧乏人がやることだわ。私は前からあなたのことを怪しいと思っていたのよね。香里さんはただ私のことが嫌いなだけじゃないですか。大好きな息子さんの結婚相手が憎たらしいんですよね。前から歓迎されていない空気は感じていましたけれど、まさか便乗してくるとは。うるさい、この貧乏人が。田舎の農家の家庭で育ったなんてうちの家にはふさわしくないのよ。農家なんて都会の洗練された感覚とはかけ離れているだろうし、私は母親として愛する息子にはそんな人と結婚してほしくないだけよ。いい加減にしてください。翔太さんも香里さんもどれだけ農家をバカにしたら気が済むんですか。
農家はとても大変で、だけどとても素晴らしい仕事なんです。それは私だって分かっているわよ。大変な仕事だけど、野菜の流通のためには必要な仕事だわ。でも貧乏は貧乏、農家なんていうのはね、わざわざ大変な仕事を選んでるバカで貧乏な人を言うのよ。なんですって？別に日本じゃないと取れない野菜があるわけじゃないし、そんなの全部外国から輸入しちゃえばいいのよ。なのにわざわざ大変で貧しい仕事なんて選んじゃって。世の中にはたくさん仕事があるのに、わざわざ農家を選ぶ愚かさが理解できないわ。私はあなたのことが理解できないです。よくも農家に対してそれだけひどいことが言えますね。あら、ごめんなさい。地方の田舎民に都会の言葉は刺激が強すぎたかしら。気分が悪いのでこれで失礼させてください。このままじゃスマホを床に叩きつけてしまいそうです。もう田舎民のすることは怖いわね。それじゃあ息子と別れることについて前向きに考えてちょうだいね。底辺は底辺と結婚するのが一番よ。もう花子、お前の荷物お前の実家に送っておいたからな。え？もう別れたんだし俺の部屋に来ることはないだろう。だから俺の方で勝手にお前の荷物まとめておいたから。貧乏実家は金もなさそうだし、送料はこっちで払っておいたぞ。私はまだ翔太と別れるなんて言っていないよね。そもそも直接会って話し合いだってまだしていないのに、どうしてそんな勝手なことをするの？どれだけ話をしても俺の気持ちは変わらない。何度も言うが俺は社長息子なんだ。そしてそんな俺に田舎の農家娘は釣り合わないんだよ。俺に未練タラタラなのは許してやるから俺と別れてくれ。ね、翔太、私たち本当に別れるの？もう3年も付き合ってきたのに。それに結婚だって約束した仲なんだよ。なのに私の実家のことなんかで別れちゃって本当にいいの？別にいいに決まってんだろ。お前と違って俺はモテる男だしな。どうせすぐに可愛い子は寄ってくるだろうし、その中から育ちも実家も納得の女の子を見つけて結婚するよ。そう、もう私への気持ちは何もないのね。ないない、田舎の貧乏娘だって知った途端に愛を冷めたよ。翔太、いい加減分かってくれよ。あの子は農家出身の割には賢い子だったじゃないか。社長息子の俺にはきちんと釣り合う妻が必要なんだよ。農家の貧乏人となんて結婚できねえわ。お父さんブチ切れてるよ。え？今のやりとりで私の正体の愛も完全に冷めました。だからここは円満に婚約破棄しましょう。でもお父さんのことは自分で何とかしてよね。私と婚約破棄したせいでどうなろうが私は何も知らないから。おい、親父がブチ切れてるってどういうことだよ。なんで俺の親父が怒ってるんだよ。ていうかなんでお前がそれを知ってるんだよ。だって今一緒にいるんだもの。え？一緒にって俺の親父と花子か？ね、そうよ。翔太のお父さんね、わざわざ私の実家に来てくれたの。は？実家に？私ね、婚約破棄のことを相談しに今実家に戻っているのよ。そしたらついさっきあなたのお父さんが訪ねてきてね、この度の謝罪をしに来ましたって玄関で深く頭を下げてくれたの。はあ？なんで俺の親父が頭を下げるんだよ。てかなんでお前の実家なんかに行くんだよ。実家なんかとはなんだこのバカ息子が。人様のご実家に対して何という言葉遣いをするんだ。え、大体な、俺が頭を下げに来たのは誰のせいだと思っている。お前が彼女のご実家をバカにするから、農家という仕事をバカにするから、だから俺がこうして頭を下げに来ているんだろうが。そんなこともわからないのかこのバカ息子め。待ってくれ、お親父なのか。まったくお前というやつは昔から何も変わってないな。我が家が周りよりも裕福だからって小さい頃から周りに威張り散らして、何が社長息子の俺に釣り合う妻がいいだ。親の功績を自分の手柄にするんじゃないと何度言ったら分かるんだ。ちょっと待ってくれよ。わし何もそんなに怒らなくてもいいだろう。俺は俺なりに考えて婚約破棄したんだ。なのに親父が頭を下げてちゃ決まりが悪いだろう。なんでタカは農家なんかに頭を下げに行っちゃうかな。農家に対して尊敬の心を持っているから決まっているだろうがこのバカ息子が。え、社会の厳しさも全然まだ分かっていない若造のくせに、そんなお前が農家を舐めるな。花子さんに対しても、そして彼女の家族に対しても失礼な態度を取ることはこの俺が許さんぞ。いやいや、なんで親父がそんなに怒ってるんだよ。
農家が一年中泥だらけなのも割に合わない稼ぎなのも全部事実だろ。俺は俺なりに親父や家族のことを考えて婚約破棄を選んだんだぞ。我が家にふさわしい妻を選ぶことが息子としての俺の仕事のはずだ。だから農家出身の花子とは別れることに決めたんだ。いいかよく聞け翔太、父さんの実家も農家だぞ。つまり俺の息子であるお前にも農家の血は流れているんだからな。は？親父の実家が農家だって？俺の両親、つまりお前の祖父母は早くいなくなったからな。だからお前は知らないだろうが、俺の実家は代々続く農家だぞ。その家を俺が飛び出して東京で会社を立ち上げたんだ。え？俺って代々東京生まれ東京育ちの都会人じゃないの？たまたま東京で生まれて東京育ちなだけだ、このバカ息子め。なのにお前と来たら都会育ちだと気取りまくって、たとえ都会で生まれ育ってもな、お前が何気なく食べてきた野菜は全て農家が作ってくれたもの。お前の体はお前がバカにしている農家で成り立ってることを忘れるな。あ、いや、それに最近俺は趣味で家庭菜園を始めてな、両親のことを思い出しながら土を触っていると楽しいんだ。でも作物は天候に左右されるし、味を追求すればするほど想像以上に手間暇はかかる。そんなことを彼女のご両親は毎日やっているんだぞ。なのにお前は貧乏人扱いし見下して、人として父親として俺は絶対にお前許さないからな。そんな、ちょっと落ち着けよ親父、たかが農家のことでさっきからムキになりすぎだって。いいかよく聞け、このバカ息子め。農家の人たちは自然と共に生き、真面目に働く誇り高き人たちだ。そしてそんな素晴らしい人たちを侮辱するお前たちが俺は心から恥ずかしい。そんな男には俺の会社は継がせんぞ。今日をもってお前を跡取り候補から取り消すからな。あ、待ってくれ親父、俺を跡取り候補から外すなんて一体何を考えてるんだよ。俺は一人息子なんだぞ。そんな俺に後を継がせないでどれに継がせるんだ。そんなの適当に優秀な社員に継がせればいいだけだ。それか俺の引退と同時に会社を畳めばいいだけだしな。え、親が社長だからって無条件に継がせてもらえると思うなよ。この世は野菜のように甘くはないんだよ。そんなお前のような偏見を持った人間たちがまさか俺の息子と嫁だなんて本当に信じられないな。いいか、お前からも後日彼女とご両親に謝りに行くように。もちろん婚約破棄の慰謝料はちゃんと払うんだぞ。お前は彼女の数年間を無駄にさせ、彼女とそのご両親を傷つけたんだ。男なら言われなくてもそれなりの金額を用意するんだぞ。どうしましょう、お父さんから今連絡あってね、私と離婚したいって言ってるの。あの花子さん、こないだの言動について全て謝るわ。だからお願い、お父さんの暴走を止めてくれないかしら。私への謝罪は必要ありませんので、離婚されたらどうですか。え、香織さんは翔太さん同様農家のことが嫌いなんですよね。だったら農家出身のお父さんと離婚しましょうよ。何を言ってるの、お父さんは農家出身だけど今は会社経営しているし、せっかく社長夫人として自由で贅沢の生活をしているのよ。私は離婚なんて絶対に嫌。でもお父さんは絶対に離婚したいって言っていましたよ。前から注意してた散財癖も治らないし、いい機会だって。離婚する理由はたくさんあるから、拒否された時は弁護士でも何でも使って離婚してやるって。何ですって、お父さんったらそんなに本気なの。そこまでして私と離婚したいって言うの。みたいですね。本校をバカにされたことがよっぽど耐えられなかったみたいです。どうしようどうしよう、まさかお父さんがそんなに怒るだなんて。そちらのことは夫婦二人で話し合ってください。では私はこれで失礼します。どうにか説得できるといいですね。頼む花子、俺はようやく自分の間違いに気づいたよ。俺は社長息子だからって威張り散らしてばかりで、お前やお前の家族を傷つけるような発言をして本当にごめん。反省しているし、やっぱりお前のことが好きなんだ。だから頼む、俺と結婚してくれないか。はぁ、完全に私への愛が冷めたとか言ってませんでした？貧乏人の農家は俺と釣り合ってないとか言っていましたよね。いやそれは、あ、そっか、もう社長息子じゃなくなったから私と結婚できるってことですか。お父さんから今朝電話もらいましたよ。正式に息子を後継者から外しましたって。しかも絶縁を言い渡されて二度と実家に帰ってくるなって言われたそうですね。え、親父そんなことまで報告していたのか。
悪いけれど私はあなたに未練も情もないの。復縁なんてしないので、とっとと他の女の子でも見つけてください。モテる男なんだったら余裕でしょ。待ってくれ花子、他の女じゃダメなんだ。親父を説得するためにはお前じゃなきゃダメなんだよ。え、説得？俺はまだ実家の会社を継ぐという夢を諦めていない。だからそのためには親父と仲直りしなきゃいけないんだ。でも親父はこうと決めたらかなりの頑固者だから、きっとお前と復縁するとかじゃないと許してくれないと思うんだよ。つまりお父さんと仲直りするために私と結婚したいってわけ？結局自分のことしか考えていないのね。そんな意地悪言わずに頼むよ花子。俺と結婚したら未来の社長夫人だぞ。贅沢だってさせてやれるし、実家に仕送りしてやってもいい。そしたらきっとお前の両親も喜ぶはずだ。バカにしないで。私の両親は仕送りなんていらないぐらいに稼いでいるわ。この間なんて高級会社も買っていたし、毎年夫婦2人海外旅行に出かけるぐらいの贅沢はできているんだから。え、そうなの？あんたは本当に農家ってものを分かっていないわね。いや、分かろうとしないの間違いかしら。とにかくそんな男との結婚なんて地球が大爆発しようと嫌。そんな花子待ってくれ。あまりにも連絡がしつこいようならお父さんにチクるからね。その時は全力で力になるって言ってくれてるんだから。え、分かったらもう二度と連絡してくるな。もう私たちは婚約破棄したし、私はあんたが大嫌い。お前なんて一生野菜を食べるんじゃないわよ。農家のありがたみも知らないやつは一生水だけ飲んでなさい。そしてその後の翔太はというと、会社の後継者じゃなくなったという噂が瞬く間に広がり、やけになって女友達に連絡してみても、社長になれない男は興味ないと誰からも相手にされず、経営者友達からも、俺お前の親父さんに嫌われたくないからさと、だんだん距離を取られているんだとか。今ではすっかりおとなしくなり、戻れる実家もないのにクビになったら終わりだと、職場では真面目に静かに仕事に取り組んでいるそうです。そして母親の香織さんはというと、何か土下座の謝罪で離婚は回避できたそうですが、その代わり散財ばかりのクレカは没収され、今後は自分で家庭菜園で育てた野菜を売ってそれを小遣いにしろと、シャベルと野菜の種を渡されたそうです。今は必死に並々になりながら野菜を育てていると聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。